上げてくれるんですか。あ、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあの YouTube ではい言っといてくれ、見ます。ありがとうございます。この時期は空いてるみたいです。あ、夏場はやっぱやばいですよ。あったかい時期は。でもやっぱりもうすぐいっぱいになっちゃうって聞いてたんで、もう外もすごいって。はい、こんにちは、サオリです。今日はですね、ウグイス谷にディープな街に来てるんですが、今日はですね、3時からね、こうね、外でも飲める、中でも飲める、そしてね、あの入り口のね、外のところでね、めっちゃね、焼き鳥のもう黙々とね、匂いがね、今ね、あの通りすがりのね、人もね、匂いがそそるって言ってたんですけどね、めちゃめちゃいい匂いなんですよ。ね、もうここはね、ちょっとね、ぜひ食べるしかないでしょうということでね、行ってみたいと思います。こちらがですね、はい、じゃん、こちらの焼き鳥笹の屋さんです。もうね、この匂いやばいですので、ね、早速ちょっと買ってみたいと思います。はい、で、ここは全部80円です。おいしい。はい、どうぞ。はい、ナイス。向こういっぱいはね、内勤になる。あ、あっち、外だと、うん、内勤、うん、ここで食べるんだったら大丈夫、うんうん、ああ、なるほど。で、お金。ああ、で、ちょっと先にお金払いましょうね。はい。はい。よいしょ。じゃあ、頭とレバーで。はい、260円です、はい。はい、ということで、ちょっとね、あの、お店の目の前のところに、なんかね、この簡易テーブルが置いてあって、ちょっとね、そこで食べてみたいと思います。はい。の頭とレバーゲットしました。あと瓶ビールですね。さあ、泡3割いけるかな。どう。あ、ちょっと泡少ない。はい、まあいいか。
かパンって塩とか塩コショウの味付けかなと思ったらタレなんですね、こちらは。私ここのタレすごい好きなんでね、美味しい。なんて思ったら大間違いした。めちゃめちゃ柔らかい。ちょっとお肉巻いてみます。お肉めっちゃ柔らかい。はい、お肉こんな感じなんですけど、お肉もねめっちゃ柔らかいです。で、豆腐もねめっちゃしっかり入ってますね。感じでね、たっぷり、もうすべてがですね、キチキチすることなくめっちゃたっぷり入ってます。うまい、最高。はい、めっちゃ温まった。ということで本日の配信は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、すごい美味しそうなお魚食べてみたいなっていう方はぜひね、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとね、インスタとツイッターもやってますので、そちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次のお店でお会いしましょう。